どうも、お疲れ様です。うそ、久々です。はい、まあ、というわけでね、まあ、先日ね、まあ、結婚報告をさせていただいたばかりなんですけれども、まあ、その報告を聞きつけて、なんと急遽ですね、イケリヌが、まあ、今からね、このオフィスに来てくれるんですけど、今回初めて多分メインで、まあ、2人で今多分出てると思うんですけど、まあ、僕とミサちゃんのね、まあ、初 YouTuber っぽい企画をね、急遽やろうと思います。まあ、題してですね、ゆきりぬがお祝いに来てくれたのに夫婦喧嘩始まって離婚まで行っちゃうかもドッキリー。はい、なんかこうリアルな感じでこう夫婦喧嘩をね演じます。で、最後ネタバラシの時にちょっとミュージカル風に僕はちょっとやりたかったんですけど、昔ね、インド映画ドッキリをゆきりぬに仕掛けてみたっていう。やつがあって、いきなり踊るみたいなやつがあるんですけど、うん、あれの、まあ、進化系って感じ。まあちょっとやっていきたいと思います。はい、というわけで、ベイクイタバーズボーイズ。めっちゃ考えるやん。これ実は結構考えてるね。そわ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 めっちゃそわそわしてるやん。ちょっと、やったー、おめでとう。ありがとう。やばい、回してた。なになになに、結婚祝いです。うわ、ありがとうございます。気を利かせていただいて、もうめっちゃ可愛い。これをもうちょっと前にする。確かに、こうしようか。あ、みなちゃん、なんか明日さ、うん、仲のいいリスナーさんがなんか結婚祝いでなんか最後なんか会ってくれませんかみたいな、会ってお祝いしたいから。え、最後って何？最後最後って何？なんか何？最後なんていうの、子さんの信頼のおけるリスナーさんだけど、うんうん、渡したいもんあるからなんか居酒屋来ませんかみたいな。居酒屋の2人で2人で2人か。2人大丈夫なんだ。いやいや、ほんまスカッとするけどね。うちでもいいよ。昼とかだったらいいけど、夜はやめとけば。その居酒屋は居酒屋。いや、でもどうだよ、それってさ、2人で会っちゃうってさ、他の人にもそんなことしひんとあかんし、それ特別視してるよ。これはもうだから本の、でも筋を通すから本何があるか分からへんけど、怖い人もいるしさ、もしそれでなんかすごい怒ってて、なんか刺されるみたいな、あるかもしれへん。すごいな、それは。とりあえず、それはもう、行くって言っちゃったから。行くって言ってた。やばっ。そうなんじゃない。やばっ。そうなんじゃないやん。なんでそんな勝手に言うの、いつも。それは俺の問題。まあ、なんでいつもそんな勝手に。俺の問題。いや、意味わからへん、ほんとに。それは違うと思うけど、私。危機があるかもっていう。いや、すぐそう、なんか、上げ足するの。上げ足じゃない。違う、リスク管理が下手くそやから、いつもリスク管理してるので。それは、単純に、もう嫉妬。本当に。そうやん、ただのそれ。それはそうやで、だってそれは愛じゃないやん、それは。そんなことない。愛じゃない。そんなことない。嫁としてなんか体に何かあったらどうするのとかも思うし、あとは近いから、態度がいけちゃうかなって思っちゃうやん、相手。今コロナ対策してる店やから。コロナ対策関係ない。もうあれ、その仕切りやから、ちゃんと関係ない、関係ない。ほんま、すごいな。ごめん、全然。ごめん、やでも、あれなのに旗から聞いてると、おかしいのはこっちだ。ほら、やっぱり。とりあえず、行くっちゃ行くことはもう決定ね。ほんまに、いつもそんなすぐ決めて、マジで。結婚動画もすぐ上げて。俺のチャンネル内。ちょっと言わんと、あれ公開で知ったって、ここを見せちゃおう。30分前に知って公開の。もうほんま、いつもそうやって勝手に決めんねんから、マジで。勝手にってか、俺の人生のここ決めねえから。私も関わりあるやん、そこ。俺の人生著作権ある。あ、著作権じゃん。申し訳ない。全然いいよ、ダメ。おもろいから。いや、めっちゃ面白いんですけど。インスタの角度は30度。どうも、イケリです。そして、どうも、初めて、あのです。どうも、みさみさです。はい、ということで、今日の動画はですね、花見さん結婚ということで、皆さんからですね、質問を募集したいです。質問コーナーをやっていきたいと。やりたい。
やめて。質問いつの間に募集してたの。うーい、さっき募集してた。え、そうなの。知らんかった。はい、じゃあちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、なんか、え、何がきっかけで、え、ちょっといいかみたいな。それはもうガチで言わせてもらうと、うん、もみさちゃんが、うん、ちょっと待って。それをガチでガチで違う。え、私じゃないで。グイグイ。ちょ、めっちゃボディタッチ強かったから。それは欲しい。あー、なるほど。めっちゃ広いし、めっちゃ空いてんのに、わざわざ横来てこんなんで座る、うん、それマジでマジで持ってるから主観しか見てんから、自分から近づいてるのに俺が近づいてるように見えてきてるだけ。どっちが本当なんだろうこれ。いやいやいや、ほんまそんなことない。みなちゃんちょっと家の家具ちょっと調整してくれへんかったやん。いや、それはそれ、その業者として呼んでる。業者ほんま、家の家具をなおなお作りに行ってせえへんやん、そんなん。まぁ、ちょっとどっちだかわからんかったっていう。それはもうさっきみなちゃんが攻めました。いやいやいや、ほんまおかしい。こんなにこうアタックしといて、私が攻めました。もう、イチャイチャせんともらっていいですか。それはもう今ガチもう次の質問いきますよ。マジで、ちょっと許せない。いや、こっちだってすごい。ほんまに、なんなの、ほんまに。そんな広げてさ、私のことをさ、ほんまに。笑い事じゃない。え、嘘。YouTube とその恋愛みたいなさ、こっちにしすぎやん。ちゃうって、そんなことないって。カメラ撮ってるやんか。いやいや、そっちやって言ってきたの。喧嘩振りかかってきたの。そっちやろ、その言い方。もう、そういうとこ違うって。なんでなん、ほんま。正直、このビデオ見てたら両方やんって思うから、まあいいんじゃない。どっちも取らないんですから。いやいや、もう私も納得できへん。違う全然、知らんかった。見たことなかった。ゆきちゃんから紹介される前の全然話なの見たことなかった。マジで見たことなかったし、もうほんまに知らなかったし。もう、じゃあもうええよ。じゃあもう離婚するかね。離婚するか。やめてよ。なんでもすぐ言う。ええ、やめてよ。最悪の。ええ。ちょっと待って。どうしようか。もう書いてあるわ、ほんま。ええねんな、ほんまに。切っちゃうで、私は。平沢も短かったわ、ほんま。ありがとう。え、難かやろ。ほんま。短かった、ほんまに。ああ。ちょっとおかしなことを言ってもいい。まあそういうの好きやし、いいんちゃう。幸せいっぱいの日々が突然に終わりそう。そう、私も同じこと考えてた。て私のことより自分を優先しちゃうのマジで無理。なんで理解できひん。もうお別れしよう。もうこれ全然来るから、ほんま。いい、これ、マジで。教えてよ、好きなアニメ。ラナド。僕と同じやか。私たちはよく似てるね。あ、彼の下を考えてること、体験すること。そう、似てるね。やっぱ、共通の趣味、持ってるやつ思考。ちょっとさっきの宣言撤回してもいい？俺の復縁しよう。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。というわけで、いきなり夫婦喧嘩して勝手に仲直りするドッキリ。勝手に仲直りまでドッキリに含まれてたんか。シャワがないね。シャワがないね。シャワがないね。ミサちゃんの演技力が高すぎて全然気づかんかった。あ、私初めてかもしれん、ドッキリで気づかんかったの。マジ？やっと。すごい。
した。だからやっぱリアルやったんや、めちゃくちゃやりとりが。いや、めっちゃリアルやった。全部嘘。こんなになんか綺麗にかけられたの初めてすぎてめっちゃ嬉しい。やったー。嬉しい。よかった、満足。